芝馬将らの活躍により覇食と漢中一帯は安定を取り戻した。撤退する商会だが、野心は彼をさらなる戦いへと駆り立てる。商会は孫悟と共闘の命を取り付けると、すぐさま軍を編成。東西交通の要衝である慶州上陽の地へと進んだ。天下三分を打ち破った後も核のごとく続く戦乱。安寧の時代を築くにはやはり天下の完全な統一が必要なのか。共に戦った者の野心をくじき、その身を罰してでも。非情な現実を受け入れながら自分の道を見据える芝将、その決意を冷徹に支える家中、そして生徒から始まった才華を終えるべく汗参じた当該、さまざまな思いを乗せ今騒乱は最終局面を迎える。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。紹介、今度は五と組むなんてな。紹介は己が野心に忠実に動く。それが奴の最大の強みだ。だが、その分付け入る隙も多い。紹介と目的を意にしながら共闘する脅威。かの職の残党との間にくさびを打つ。打ち込むのはかつての職弟龍禅。奴に脅威らを説得させ、こちらに引き入れる。龍公使か。到着が遅れているが、それまで持ちこたえれば済む話か。いいだろう、家樹、お前に任せる。脅威、この騒ぎ、元はといえば自分の不始末。生徒を紹介に奪われてから始まりました。この戦で決着をつける、それが自分の任務です。野心で立つ者がいる限り乱世は続きます。この繰り返しは立たねばなりません。私は父と袂を分かち進んできました。その意味をこの戦で示します。紹介に踊らされる呉などは敵ではない。くっくっ、龍禅は生かしておいて正解だったな。食残党を黙らせるいい機会だ。紹介は大きすぎる野心を抱えた弱敗、そして狡猾な取引が得手の策略家でもある。本当に面倒な男ね。元気は昔から紹介は危険だって言ってたな。悪い、もっと俺が真剣に取り合っていれば。別に謝ってほしくて言ったわけじゃ。龍公使を使って職匠を引き入れる。紹介を孤立させるには最善の策だ。ならやってやる。さーて、行くとするか。開門します。ご武運を。龍禅を使い脅威ら職匠を離反させて、紹介の手足をもぎ取ってやる。だが、龍禅到着までは時間がある。しばらく敵の猛攻をしのぐぞ。今こそ孫悟の燃ゆる魂を示す時。熱き炎で城ごと敵を飲み込まん。
制してください。まだやる。助かりました。受け取ってくれ。この首もらい受ける。いざ。これ行くか。少々から授かった軍略、今こそ示す時。諸葛孔明流の攻城戦見せてやる。さっさと終わらせるか。くれてやるよ。お前なんざひとひねりだ。加勢してくれ。
せん。何か他の手を講じねば。ふう、やっと着いた。さて、芝生殿はどこにいるのだろう。竜禅よ、鳥海殿の死亡に隙はない。お前が来ることなどとうに予測済みだ。聞いているはずだ。職の首脳たちの説得を頼む。どうにもならん。共にある限り勝利は必要。この戦にて
魏軍を粉砕せん。私が背けば御身が危ういのですね。承知しました、龍禅様。この先に虎烈が幽閉されていたはず。彼ならば商会の布陣を把握しているだろう。あの地を狙う、ついてこい。奴の処断は後日行うとし。その首もらい受ける。いざ、さっさと終わらせるか。ご活躍、私も見習わなくては。なんという不良。素晴らしい、お見事です。よっ、あれよ、あれ、
芝将らは城陽で商会ら反乱軍を打ち破った。才あるがゆえに立ち争う己が抱く理想を遂げるため、その因果に芝将は陳死した。そして今反乱の主会たちが洛陽へと送られていく。見送りか。二人揃ってよほど暇なんだな。ふん、私は己の野心に従いひたすら進んだだけだ。お前たちには到底真似できないだろうな。うん、さらばだ商会殿。
前様、申し訳ありません。私の力及ばず、このような。もう良いのだ、教員。そなたには食という荷を下ろしてほしい。すべての重荷は私が背負おう。龍禅様。それぞれの思い、すべてこの胸に。乱世が残した傷は簡単には消えないだろう。けど勝者たる俺たちは歩み出さなきゃならない。新しい時代、未来へと。